お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりですね。お久しぶり。半年ぶりぐらいですか？そうですね、半年ぶりぐらいです。前回11月ぐらい。そうです、11月ぐらいに比べてすっげー飲みましたよ、はい、本当ですか、はい、びっくりします。ありがとうございます。残念ながらノーズライド行ったやつ、はい、僕おしっこ行ってて、はい、これもなかったし、はい、見れてもないんですけども、はい、なんかね、あ、行ったやろなっていう、嘘ではないっていうウォーキング2歩、はい、で最初はなんか2歩でノーズ行っちゃおうとしてたから、はい、これ多分4歩をこうやってもらったら絶対行けるわと思ったら、はい、やっぱその2歩行くためのターンの調整もすごい上手かったし、はい、あのターンの調整でハードなターンより軸のあるターンをもっとして、はい、で2歩行って、はい、安定か、はい、こうなんつうんですかね、トリミングっていうかなんていうんですかね、あこうニュートラル調整が、はい、まあまあこの最後の4歩行くための2歩の場所取りを上手くなってきてたんで、はい、多分絶対行けるやろうなみたいな。頑張ります。インザダークアイ、はい、新たなるノーズライダー、はい、誕生です。誕生なんですか？誕生しました、はい、ありがとうございます。新たなるノーズライダーありがとうございます。関西でも結構生まれてきて、はい、はい、でも多分年内には行けるやろうなっていう人組です。ありがとうございます。あれがもう毎回行けるようになったらそうですよ、ね、やばいっすよ。そのそれがもう当たり前のように行ければ、はい、いいってことですか？多分行けるっす。はい、はい、陸トレもされてるし。陸トレはもうちょい頑張ります。陸トレもうちょい頑張ります。陸トレね、はい、陸トレはすげえ大事なんで、はい、あれはどうなんですか？スケボー、スケボーも大事です。やっぱ大事ですか？今日カズオさんと入られたと思うんですけど、はい、カズオくんスケボーで皮むけたんですよ、うん、めちゃめちゃ上手かったですね、はい、ターンが、はい、ターンってすげえノーズ行くまでのも大事やし、はい、そこまで行くっていう波を乗りこなすっていうのも大事で、うん、今日のコブラポイントみたいなとこやったら、はい、くね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 しないと、やっぱ行きっぱなしだったらダラダラになっちゃうんで、はい、ダメなんですよ。こう行ってこう行って、はい、つないでってことですね。つないでつないでっていうのがもううまかったんで、はい、あ、うまくならないとならないとダメです。ダメなんで、はい、まあスケボーも、はい、川場、うん、僕はおすすめしたいですね。川場、川場、今日乗ってたヤウとか川場とかくねくね動くようなやつ、ちょっと普通のやつじゃなくてここが熱いですよね。普通のやつでもいいんですけど、はい、練習の仕方っすね。くねくねするやつの方がいいってことですよ。練習の仕方っすかね。くねくねさしてくねくねっていうサーフィンはロングに合ってないんで、うん、一連のターンの動きができるスケボーやったら何でもいいと思います。長いのと短いのってあるじゃないですか。短いのでいいっすね。短いのでいいっすね、はい、邪魔にならないんで、うん、喧嘩の、まあ確かに、はい、まあ奥さんとも喧嘩にならないと思うんで確かに邪魔やって言われてたら、はい、ただ家でその長いので、うん、なんかそのブランコとか作られてるんですよね。あ、作りました。シーソー、はい、シーソー作りました、はい、そんなんで練習したらいいと思うんです、ノーズは。うん、でターンの練習はスケボー。あー、なるほど、はい、歩くのはブランコで、ブランコ絶対いいっす。でスケボー、ターンはスケボーで、はい、家の前で、はい、でブランコは、まあ、縦の、うん、動きなんですよ。確かにこうです。スカイウォーカーは横の動きなんですよ。あ、そこにスカイウォーカー入れたらもうとんでもない人になりますよ。こっちなんですね、はい、波乗り横の動きあるんで確かに確かにジャーってやってたら、はい、すげえ汗かいてくるんですよ。うん、でそれ軸足の練習もできるし、さっき、はい、レッスンした軸足練習、はいはい、もっと軸足を強くしたら、うん、多分動画見てもらったらこの軸足の意味が分かると思うんで、はい、力強いターンをしてもらって、はい、今後もすっげー伸びたんです。びっくりしたんです。そうす、次回はもうちょい右足鍛えておきます。右足、はいはい、軸を、はい、軸を、はい、ちょっと膝も伸びてきてしまってるんで、はい、まあ、動画見てもらってとりあえず、はい、わかりました。でもほんまにびっくりしたんですね。本当ですか？はい、パートナーも上手くなってたしびっくりしたんです。パートナー岡田さんなかなか小原さんの世界観と僕の世界観は違いすぎてなかなか会話にはならないんですけども、あ、はい、まあまあ、なんとか彼独特の世界観があります、ね、そこはリスペクトとして、はいはい、はい、確かに、はい、すね、じゃあまたやりましょう。はい、また次回もよろしくお願いします。はい、はい、やりましょう、はい、次回も。ありがとうございます。では、はい、お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。